NHK の笹本といいます、はい、初めて質問させていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、国政の関連なんですけれども、昨日野田総理が、近いうちに国民に信を問うということを言及されて、まあ、衆院の解散に、言及されたんですけれども、維新の会としてはですね、国政については市長金がね、まだ時期尚早というか国政、については、発策のブラッシュアップが先決であるというお考えを示されていますけれども、その近いうちという言及があったことで、その、まあ、お考えあるいは今後の対応に何か変化が出てくるのかというところをお伺いしたいですが。何も変わりません。ありがとうございました。他にはございませんでしょうか。では共同通信です、はい、お願いします。今週の月曜日にですね、お忍びで歴史博物館だと あれね、お忍びじゃなくて、違うんですか。いや開館日だったんでね、他のお客さんいらっしゃるんで、まあ、ちょっといろいろカメラとかが入ると問題かなということで、後で事後公表しようってことだったんですけどもね、何か目的とがあるのかなと思ったんですが、あれはだから、近現代史 の教育施設、それを作るにあたって、どれぐらいの質とレベルのものにすべきかということをこう探っていくのにね、ちょっと見に行ったんですね。一度も行ったことなかったというところもあるので、どういうものか、歴史博物館がどういうものかというところをしっかり見てみようということも目的でありましたけれども、近現代史教育施設というものをこうやっていくのに、まあ、歴史博物館が、まあ、相当レベル、まあ、なかなかいいものだということも聞いてましたから、ちょっとその質とレベルというものを、まあ、見に行ったというところです。まあ、あとは、まあ、冒頭言いましたけども、歴史博物館、まあ、これも、僕が見たからどうということではないんですけども、まあ、市長として、まあ、一回しっかり見ておこうというふうに思いまして。特にその感想といいますか、こう注目した展示があれば教えていきますか。いや、なかなかお金かかってるなというのを思いましたね。まあ、階段降りていくときの景観も、まあ、うまいこと大阪城や何屋の宮が見えるような形になってて、まあ、あれ見れば見るほど、まあ、今ずっと知事にもこれ知事とも話をしてるんですが、農林会館なんとかしなきゃいけないですね。もう景観台無しにしてるの で、いや、なかなか模型とその実体験をするゾーンと、それからいろんな歴史的な、まあ、資料といいますか、考古学的な資料も含めて、その実物展示とうまくミックスしたような感じだったりとか、車椅子の方に配慮されている状況だったり、 iPad を使った新しい取り組みだったり、いろいろやっぱり面白いなと、やっぱりお金かかってるなというのは思いましたけどもね。あれ聞いたところによると、建物の形、あれ結構デザイン料かかってるらしいけど、あれ NHK さんはなんであんなデザインにしたんですかね。もうちょっと考えてくれれば税金落とせたのになっていうのを思うんですけどもね。別に斜めにする必要ないんじゃないですかね、あれね。なんか当初よりの設計料よりも2桁億ぐらいなんか上がったっていうことも聞いてるんですけど、それまただからこっちは税上がるし、受信料でまた上がるじゃないですか。ダブルパンチですよね、これね。でもいい博物館だったと思いますけどもね。わかりました。他にございませんでしょうか。他にご質問のある方はどうぞお願いしますとか、テレビ大阪さんと朝日新聞さんとお二方だけでよろしいですか。ではあとお二人でお願いします。まずテレビ大阪さん。すいません、テレビ大阪です。まあ、今回の校長の公募、それから、まあ、加瀬賀条例と基本条例ということで、まあ、かなりその民意がですね、教育の中に入ってくるというような、その市長の求めていたシステムというのはできつつあるのかなと思ってたんですけども、まあ、先ほどの形でいくとですね、まだそれでも不十分なのかなと。高専職の人が教育の責任を取らないといけないとい というところまで話がいったところでいきますとね、まあ、市長が求めているその教育の最終形のシステムというのはまだ完成していないということなんでしょうか。教育のあれですよ、学校現場に民意をやっぱり入れていかなきゃいけないっていうのは僕のもともとの考え方ですけども、入れすぎてもダメですから。だから校長公募とか、まあ、学校協議会の仕組みっていうところぐらいが
保護者の意見がダイレクトにこう学校現場に入っていく仕組みっていうのは、まあこれぐらいのところなのかなっていうのは思うんですけど、まあでもコミュニティスクールみたいな形でもうちょっとあの保護者とか地域の皆さんがね、人事にも関与するような、そういう仕組みはやっぱり必要なのかなというふうには思ってます。でそれとは別にその学校現場の中に、まあ、民意を保護者の意見を入れていくということと同時にですね、教育行政についての責任者は誰なのかということをはっきりさせなきゃいけないんですよ。でこれはちょっと学校現場に対して民意を入れていくって話とは少し別にですね、責任者をしっかり明確化するということについては、これはもう、地教業法、いわゆる法律をですね、地方教育行政組織法とかなんとかっていうその地教業法の、まあ、抜本改正をやって、教育委員会制度を根本から変えていくっていう、これは作業が必要ですから、これは大阪市でやるとか大阪府だけでやるっていうのは無理だと思いますね。僕はね、今回の学力調査テストの問題も、まあ、知事時代はねやっぱり知事というポジションがどうしてもあるんで責任放棄になってしまうんでね、自分の責任というところはありませんよ、市町村の責任ですよなんてことはなかなかそれは言いにくいところもありましたけども、一体ね、じゃあこの学力調査テスト、大阪府の一定の成果はこう見えてますけれども、まあ、このじゃあ結果についての、ね、責任者は誰なのかといえば知事なのか、それとも府教委なのか、それとも校長なのか、市町村教委なのか、市長なのか、全くわからない仕組みに、まあ、してるわけなんです。文科省も責任者ではない。だからこれは責任を分散させるということは、権限も分散させて教育現場にいわゆる政治的なそういう力が入ってこないように権限と責任を分散させた、その仕組みが教育委員会制度ですけども、まあ、それは戦後のね本当に一般行政と同じように右肩上がりの高度成長時代は、まあ、それで問題なかったんでしょうけれども、課題山積でね物事を判断していかなければいけないような今の現代社会にあっては、やっぱり権限者と責任者をはっきりさせないと物事の判断ができなくなりますよね。だってこれ学力調査テストに対して知事の責任ですかって言ったら、知事はいやこれはだって教育委員を任命してるけれども指揮命令権はないんだから、任命までが僕の仕事であって、あとは教育の中身については教育委員がやってもらわないと困りますよって知事は言うでしょうね。教育委員の方としては、いやそんなこと言ったって我々非常勤だしね、教育現場の方に対して、まあ、直接指揮命令出したって教育現場は動かないし、予算だって僕ら持ってないしって言い訳になるし、だいたいそもそも小中学校なんていうのは市町村教委じゃないかって府教委が言ったときに、市町村教委の方はいやそんなこと言ったって教委の人事権とかそういうものは府教委が握ってるんだし、教委のその給料の問題だって定数の問題だってそういうものは府教委に握られてるから我々ではとかいう話になって、市長は市長でいやそんなこと言われてもやっぱり教育行政については教育委員会が全責任を負ってますから、一体誰が責任を負ってるのか全く分かんない仕組みですよ。で文科省に言わせれば、文科省はいや個別の学校教育については教育委員会の責任であって我々は助言指導するだけですって、みんながね助言指導っていうその一番曖昧な責任回避のね助言指導権っていうものしかみんなが持ってないような状況 でこの曖昧な助言指導権がものすごい実態力を持ってるようなね、状況になってるのが今の教育委員会制度ですね。僕はね驚いたのは、これ僕はちょっと条例ね見落としてしまったのが、この昨日のあの教育委員会と昨日おとついの教育委員会との意見交換でね、これメディアの皆さんももうちょっとチェックしてもらいたかったなと思うんですけども、教育基本条例を維新の会僕がバーンと出した時にね、首長を中心に首長を頂点としてこの鉄のこの三角形ピラミッドの体制ができるってことを散々言われたわけですよ。首長が物事を決めたら学校現場に全部その指示が出てね、全部学校現場が従わなきゃいけないと。僕らは全然違ってね、教育振興計画みたいな大きな目標は首長が立てるけれども、個別のその学校運営っていうものは学校現場で学校協議会で学校が個別の目標はしっかりその大きな目標を見据えて学校が目標を立てるっていうのが僕らのあの条例の趣旨だったんですけども、今の教育委員会のシステムっていうのはこの府教委がまた市町村教委が個別の学校に対してね教育指針というものでいろんな指示を出してるわけなんですね。これはやっぱりやめなきゃいけないですね、取っ払わないとね。だから僕ら の教育基本条例が首長から何でも学校現場に指示を出して、
学校現場は がんじがらめに縛ってるんじゃなくて、今の教育委員会制度そのものが教育委員会から学校に対して教育指針とかそんなものでね、学校がんじがらめに縛ってるわけですよ。僕はそういうのを全部なくしてしまって、学校運営指針とか学校の計画っていうものは学校とその保護者の協議会でしっかり自律的にその計画を立ててもらうという仕組みに、まあ、していきたいなというふうに、まあ、思っていましたよね。やっぱり、最後教育行政のその責任者というものは選挙で選ばれた、まあ、長がやっぱりしっかり責任と権限はしっかり持って、で何かあった時にはその権限を使って教育現場を動かしていくけれども、基本的には学校現場と協議会が 自主自立的に学校運営できるようなそういう仕組みを、まあ、目指しているんですけどもね。で学校現場に保護者の意見が入る、まあ、保護者の感覚が入るっていうのは、まあ、この学校活性化条例で新しい第一歩を踏み出すことができましたけども、この教育行政の責任者、特に小中教育の責任者は誰なのかっていうのは、今の教育委員会システムだったら誰も私が責任者ですっていうことを手を挙げる人はいないんじゃないでしょうかね。もう本当に日本のね、行政の仕組みの一番悪いところが凝縮しているのがこの教育委員会制度じゃないですか。もう権限と責任、もう紐解いていっぺんやってみてください。誰が責任者か分かんないですか、小中学校の教育については。知事なのか府教委なのか市長なのか市町村教委なのか学校長なのか、もう権限と責任がみんな分散しちゃって、だから今回の学力調査テストの小中学校のこの責任者、これ誰なんですかって、僕は教育委員会というふうに言いましたけども、これはもう市町村教委だというふうに僕は思ってますけども、市町村教委としてはやっぱり納得いかないところが多々あると思いますよ、今の仕組みの中ではね。だからやっぱり選挙で選ばれた長に責任と権限は、まあ、全部選挙で選ばれた長にはっきり持たせて、高校は府教委は高校、小中学校は市町村教委、ごめんなさい、高校は知事、小中学校は市長という権限と責任者をはっきりさせたような教育行政システムを作っていきたいというふうに思っています。今後の、選挙の争点として、まあ、環境を作っていくという中に入ってくる、教育委員会制度については維新の会としては大きな課題として挙げてますんでね。まあやっと、まあ、これもね、時代時代で教育委員会の制度についてはいろんな意見がこう盛り上がってはまた下火になってっていうことを繰り返してきたと思うんですが、最近やっとまた教育委員会についてのいろんな制度論が盛り上がりつつあるんじゃないでしょうかね。読売新聞に出てた新藤さんっていう、多分維新の会みたいな考え方を一番嫌ってる新藤さんっていう地方自治の専門家も、教育委員会については、まあ、廃止かどうかを自治体に任せるべきだっていうふうに、この間読売新聞か何かに記事載せてられましたけども、面白いなと思ったのは、方はだから僕らが考えているような競争とか切磋琢磨っていうのは非常に嫌がるね、学校選択制とかそういうことを非常に嫌がる方で、僕らのことを、まあ、新自由主義っていうふうに、まあ、ことをそういうふうに言って批判をされるような方なんでしょうけども、新藤さんの見解でいくと、やっぱり今の制度っていうのは文科省が全部中央集権で学校現場を支配していると、でそこは僕らと同じ考え方なんですけど、文科省が新自由主義的な考え方になっているから、学校現場が全部今の教育委員会制度で新自由主義になっちゃったんだ、だから教育委員会制度っていうものは廃止にするかどうか自治体に任せて今の教育委員会制度を一辺倒で行くべきではないっていうふうに言ってたんですけど、どうなんでしょうかね、自治体に任せたら、それは各自治体の首長とかその考え方によって新藤さんの嫌がるようなね考え方をやる自治体も出てくるわけですから、新藤さんの考え方を全国に浸透させるために教育委員会制度廃止っていうこととはちょっとなんか結びつかないなというか、まあ要は自治体ごとに僕みたいな考え方の首長も出てくるし、まあ、新藤さんみたいな考え方の首長も出てくるし、それは自治体ごとにいろんな考え方が出てきて、そういう首長の下で教育行政が行われていいんじゃないでしょうかね。まあ、教育委員会制度についてはもう見直すべきですよ。で今の教育委員会制度でいいっていう自治体があればね、それでやっていけばいいし、違うやり方をやりたいっていう自治体があるんであればね、違うやり方を選ばせるべきだと思いますよ。もう政治的な中立性っていうね、もう軍国主義につながるとか、もうそれは
もう確かにかつてはそうだったのかもわからないですけども、時代とともにその首長に対するチェックのあり方も変わってきてるんでね、もう制度自体もねやっぱり時代とともにやっぱり変えていくってことを考えなきゃいけないと思いますね。